やっと戻ってきやがった。龍馬、俺とおやっさん土佐藩を帰るつもりだ。当然お前にも力になってもらいたい。おやさんだってお前にそれを望んでる。兄弟か、懐かしい響きだ。その言葉を聞くと心の底から熱いものが込み上げてくる。収録お疲れ様でございます。まだまだ残ってますけど、そう、終わってないんですよね。はい、長いんで。そうですね、オファーした役がまだ、いや、まだちょっとドキドキしてます。ゼロの後に、はい、そもそも反響とかってありました？それはすごかったです。あ、そう、それ一番嬉しいんですよ。すごいです。あ、海外からも来たし。あ、すごかったです。それ役者仲間の方とかから。あ、もうやっぱゲーム好き多いので。ああ、でも龍河男のファンは多いじゃないですか。今回あの武智半平太、はい、主要キャラの中でもかなりセリフというか、あるほうですか、ね。うん、前回 の、 あの僕がゼロでやった時、渋沢に比べるともう全然ですよね。渋沢どっこいぐらいじゃないですか。どっこいぐらいですか。渋沢は結構前半が少なめなんですよ。そう、喋ってないですよ。で、今回武智の前半も後半も多いんで、もうなんかいろいろ喋ってるもんね。そう、作品全体の今回こういう前提のお話ですってとこ一章で一気に喋るじゃないですか。まあ、今日撮ってましたけど、はい、あれは大変ですよね。まあ、なかなか、すごくこう前のゼロの時もそうなんですけど、途中から乗ってくるんですよ。うんうん、乗ってくるとこう漫画とか絵なんですけど、うん、自分に思えてくるんですよ、どんどんどん。ああ、なるほど。そうなってくると、うん、もうなんかこ う、 もう、はい、面白くなってくるんで、はい、入るというか、すっげえ面白かったっていうイメージがあって、でそういう声優さんたちはそれをもう自分たちの当たり前のようにそれを仕事してるわけですから。ああ、でも自由自在にやるんだろうなと思って。ああ、春日一番見た時もすっげえ良かったし。ああ、まあ春日一番のそのまあ、中谷さんっていうんですけど、はい、主役の人はそのモーションキャプチャーの演技、役者の子が春日一番の体の演技してるんですけど、を全部見に来てるんですよ。そこまで来て彼の体の動きを先に目でインプットしてから声を取るっていう、ちょっと珍しいことをやってて。でも役者とかってそういう風にやりたくなるんですよ。やっぱなんかね、どんどんなるんですよ、うん、自分で。今回だからリメイクじゃないですか、はい、リメイク作品なんで前の人のことを引きずんなきゃいけないですけど、まあ、でも、うん、まあ勝則で良かったんですよ、同級生で。あ、でもそこがすごく、うん、仲が良くて、それがうん、まあリスペクトできたというか、その前やった彼のやつを見て、うんうん、すごく爽やかで、すごく武智半平太良かったんですよね。これにまあ勝つ負けるじゃないけど、並ぶ勝つっていうことは、うん、ちょっとこれは不可能かなと思ったんでね、うん、これを曲げないように、あ、中野がやったらこういう感じなんだなとか、顔が僕になってるんで、うん、まあそういうふうに言う見方をしてもらえれば、うん、一番ありがたいなとは思うんですね。いやいや、もうそれでやっぱりそれはもう、うん、カツオリのがすごくいいので、まあ、あれはもう一つの完成形、完成形なんでね、はい、多分日本のユーザーの人ってそういう楽しみ方ができると思うんですよね。あ、まあそうかもしれないですね。そう、勝則さんのあれはあれでもう素晴らしい一つの形として、はい、で中野さんの演じる新しい武智でまた楽しめるっていう、うん、最後にあの、うん、ファンに向けて、世界中のファンの方が中野さんご出演待ってると思いますんで、はい、ファンに一言。オリジナルの最初に発売したやつがあるんで、それにまあ、叶うかどうか分かんないですけど、顔も変わって、うん、ちょっとあの綺麗な顔から、うん、あの柄の悪い顔になるんですけど、でもそういう武智半平太もいいかなっていう、ゲームがすごく楽しくなればいいなって心がけて頑張ります。